はい、おはようございます。イルです。今日は、コロナ感染療養期間中に持っていくべきものということで動画を撮っていきます。ちょっと出張中にですねコロナに感染してしまいまして、一番最初発症した時は、朝に吐き気があって、それから倦怠感がすごくて、で、まあ、その時点で一応 PCR 検査を受けに行ったんですけど、まあ、翌日に発熱があって、でその時点では PCR 検査の結果が出ていなかったので近くの病院にかかろうと思ったんですけど、まあ、近くの病院はかかりつけ患者さんしか受け付けませんよっていうスタイルの病院が多くて、でコロナのリスクがあるってなると公共の交通機関を使えなくなってしまうので、まあ、ちょっと移動距離も限られると。で車もないので歩ける距離の病院しか行けないなっていう感じだったんですけど、まあ、幸い近くの病院に頼んで見てもらうことができました。で結果、まあ、コロナ陽性っていうところがあって、まあ、病院の方から陽性登録していただいて、今、療養ホテルの方に入っています。今日で9日目、明日10日目なので、順調にいけば明後日退所できるんじゃないかなと思います。それでは本題で、コロナに感染した時に療養期間中に持っていくべきものということで、まず1つ目、タブレットや本などの時間を潰せるものを持っていった方がいいと思います。まあ、iPad なんかがあればですね、動画も見れるし本なんかも見れるので、まあ一つで2役3役してくれるんじゃないかなと思います。お弁当を取りに行くとき、まあ1日3回なんですけども、それ以外は部屋に缶詰状態なので、まあ、どうしても時間が余ってしまうので、そういう点では、まあ、何か時間を潰せるものを持っていった方がいいんじゃないかなと思います。まあゲームされる方はですね、あのスイッチとかそういうゲームを持っていってもいいんじゃないかなと思います。で、2つ目、延長コードやコードが長い充電器ですね。これを持っていった方がいいんじゃないかなと思います。療養ホテルって結構古くてコンセントの取り回しが不便なところが多いんじゃないかなと思うんですけど、まあベッドでゴロゴロしながらスマホを充電しながら触るっていうところができなかったりとか、そういう、まあ、地味に不便になることが出てきそうな感じがあったので、こういう対策はしておいた方がいいんじゃないかなと思います。3つ目、お菓子やカップ麺、カップ味噌汁とかジュースを持っていった方がいいんじゃないかなと思います。療養ホテルは3食弁当なんですけど、まあ、弁当が冷たくて、まあ、ご飯もおかずも冷たいんで、あったかい食べ物が欲しくなるんですね。まあ、せめてあったかいものをと思えばカップ味噌汁だったりカップ麺で、あと甘いものを欲したりもするんで、まあ、普段だったら買いに行けばいいと思うんですけど、そういうこともできないので、まあ、普段食べない方でも一応お菓子、ジュースなんか持って行ってると、まあ、気が紛れていいんじゃないかなとも思います。で、4つ目ですね、入浴剤です。まあ、部屋に缶詰状態なのでやることってすごい限られるんですけど、まあ、入浴は自由にできるので入浴時間をリラックスの時間に使えるっていうことで、入浴剤を使ってゆっくり入浴して、まあ、ストレスを発散するっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、5つ目、最後になんですけど、カロナールとか、まあ、そういった解熱剤みたいなのがあればいいと思うんですけど、追加で、喉にスプレーをするタイプの薬ですね。まあ、喉がかなり痛くなったりするので、そこの炎症止めみたいな薬を持っていってたらよかったなっていうのがありました。喉が痛くなる人が多いみたいなので、まあ、そういう炎症を止めるのが薬でできればですね、かなり楽になるんじゃないかなと思います。以上の5つが、僕がコロナ療養に持ってきておいてよかったもの、持ってきておいたらよかったなと思ったものです。まあ、まずはコロナに感染しないということが大事と思うんですけど、もしなった時にこういうことを準備しておけば後々楽になるかと思いますので、参考にされてみてください。
あと徳島県の県の職員様、それから病院関係者様、療養ホテルの皆様、出張中でですね、土地にゆかりがない私を、仕事とはいいですね、アテンド、エスコートしていただいて、無事に療養ホテルに入ることができました。本当にありがとうございます。病院の方でもそうなんですけど、看護師さん、お医者さん、保健所さんとかですね、いろんな方の力があって今コロナと戦えてると思うので、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。それでは今日はこれで終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。